東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、町田市も東京都、町田シティということで、シティキャストのさきちゃん、あゆみちゃんより発表いただきます。それでは早速ですが、さきちゃん、あゆみちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。今回私たちが東京の魅力を発信するのは、町田市です。題して、町田市も東京都、町田シティ。2人で町田市の魅力を発信していきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは私たちの自己紹介ですね。はい、ではまず私から始めます。東京都のシティキャストのさきちゃんです。ボランティアを始めたきっかけは、2013年の東京国体の時に町田市でボランティア募集があり、国体のボランティア活動をして楽しかったので、町田サポーターズに正式に登録したのがきっかけです。そこから町田市の活動が始まりました。では、あゆみちゃんにお願いいたします。はい、続いて私、あゆみです。私は東京2020大会がの開催が決定してからボランティア活動を始めました。その中で2019年に町田サポーターズの方に登録をしまして、町田市外に住んでいるんですけれども、町田市ので行われるイベントだったり、そういったところでボランティア活動を続けております。はい、というわけで以上の2人で今回町田市の魅力を紹介していきたいと思います。はい、さて、私たちの町田愛を早速皆さんにお伝えしなきゃいけないですね。そうですね。では本題に入りましょう。町田市も東京都ってあるんですけど、町田市も東京都なんですか？はい、そうなんですよ。東京都にはこちらを見ていただくと分かるんですけども、23区以外にも市は26もあります。26もあるんですね。はい、で町田市はその中の一つの町田、になっております。結構下の方で神奈川県と入り組んでる感じですかね。そうです、本当に入り組んでいます。小田急線の新宿駅から、乗っていただいて町田まで来る途中、神奈川県の、多摩川を渡ると神奈川県になりまして、そしてまた東京都の町田市に入るという、そういった変わっている感じです。で、郵便物も神奈川県町田市でも届いたりします。東京都じゃなくて神奈川県って書かれてても届いちゃう、はい、くらい。じゃあもうよく間違われるってことなんですかね。そうなんですよ。面白いですね。そうですね、結構町田市の駅でも横浜線ってあるので横浜と間違えられたりしているそうです。なるほど。で、町田市はこちら次ですかね。はい、町田は横浜にも1本で行かれるし、江ノ島にも行かれちゃいます。とても便利な場所にあります。で、多様性が町田の魅力、ファミリー層に人気というような町になっています。もうこれだけでも魅力がいっぱい詰まってるってのが分かってきますね。そうなんですよ、うん、そんな素敵な町田を今回紹介していきます。はい、まずはじめに南町田グランベリーパークにある巨大スヌーピーについて紹介します。はい、グランベリーパークはどんなところなんですか？はい、場所は東急田園都市線の南町田グランベリーパーク駅にあります。もう駅名そのままなんですね。はい、分かりやすい。そうなんです。以前は南町田駅だったんですけども、2019年に変更になりました。町田駅からだとバスと電車どちらでも行くことができます。バスだと乗り換えなしで行かれますが、時間が少しかかってしまいます。電車だと小田急線経由と JR 横浜線経由とあり、どちらも同じくらいで行かれます。グランベリーパークはショップや映画館などもあり、1日ゆっくりと過ごせます。もうこの写真の右上にあるのが、私がグランベリーパークで大量にいろんなものを爆買いした写真でして、もう本当に一日中見ても回りきれないぐらいたくさんのショップなどがあって、一日楽しめちゃう、ところでした。はい、では本題の巨大スヌーピーについて紹介します。
こちらですね。さきちゃんがめっちゃちっちゃく見えますけど、どれぐらいの大きさなんですか？はい、この写真を見ていただくと分かるんですけども、全長約6メートルあります。6メートル、はい、すごい大きい。なんか左にウッドストックもいて可愛いですね。はい、ここは写真スポットにもなっていまして、休みの日は家族連れなど来て写真を撮ったりしていることが多いです。カメラも置く場所もあって、みんなで撮ることができます。でこの巨大スヌーピーなんですけども、本当は今年の3月までの展示だったんですけども、今は延長をされています。もし行かれるときは調べてから行かれるといいかもしれませんね。はい、調べてから行くようにします。はい、では次に行きます。他にも南町田のグランベリーパーク内にはスヌーピーのスタチューが合計7箇所、全部で11体あるそうです。今度は程よいサイズのスヌーピーがいっぱいいる感じですね。そうですね、ちゃんと近くにいる感じで写真も撮れます、うんうん、で首輪の色も何種類もあります。本当だ、微妙に色が違う、ね、うん、いろいろとあります。で1体なんです。1体は駅の構内にあります。一番左端ですね。こちらの方はぜひ電車を利用して見つけていただけるといいかもしれません。はい、でも11体もいると探すのにすごい時間かかりそうですよね。そうですね。でもここの中には隣接している鶴間公園もあります。で芝生公園やジョギングができる運動場もあったり、お天気の良い日には家族連れが訪れていますので、ぜひ皆さんいらしてください。ピクニックしがてらスヌーピーを探すみたいな楽しみ方ができそうですね。はい、そうですね。あと南町田にはスヌーピーミュージアムもあると聞いておりますが。はい、そうです。このスヌーピーミュージアムの中にも巨大スヌーピーがいるんですよ。ミュージアム内のスヌーピーは8メートルの大きさなんですね。こちらです。8メートル、はい、さっき6メートルだったんで、それよりも大きいスヌーピーがいるってことですね。そうなんです。こちらは常設展にありますので、お時間あるときにでも行ってみてください。ちなみにこの右上のところにある写真が2019年12月14日というスタンプが押してあるんですけれども、このスヌーピーミュージアムのオープン日でして、オープン日に行っちゃったんですよ私ちょっとみんなに自慢したくてここに写真載っけちゃいました。これ抽選だったんじゃないですか？そうです、抽選当たって、もう今まで町田を愛してきたこのなんだろう恩返しその分ラッキーな運を使ったのかなって思ってます。いいですね。なかなか初日に行かれるって難しいですからね、はい、記念になりますね。はい、はい、さて次なんですけども、次は町田駅から徒歩15分のところにある芹ヶ谷公園内にあるポケモンのマンホールのポケフタの紹介です。ポケフタもいくつかあるんですよね。はい、町田この芹ヶ谷公園というところにあるんですけども、芹ヶ谷公園には6個設置しています、うん、都内初の設置場所でもあり、ポケフタの企画全体の設置100枚目も町田市だったんですよ。都内初100枚目、うん、なんかすごいなんか記念すべきみたいな。そうですね、そうなん、都内初というのも注目なんです、はい。これはでも昨年の8月21日に設置をして、やっと1年経ったところなんですね。で、今はその後東京都では台東区だったり、あと小笠原村にも設置されています。はい、この6つっていうのはすごいなんかカラフルですけれども、うん、ゼニガメ人影、杉だね、謎の草ビードル、キャタピー、ニョロもポッポコラッタと6枚だけれどもポケモンいっぱいで盛りだくさんですね。ね、本当ですよね。この初代ポケモンが多いのはポケモンの生みの親である田尻氏が少年時代を田んぼや森が多く残っていた町田で過ごしたことも関係するみたいです。はい、いやゼニガメ人影不思議だねが割り当てられるって、もう相当な力の入れ替えというか、そんな風に私は感じました、ね、ちなみにですね、じゃーんと皆さんに見えるかな、うまくこのですねポケフタのグッズが
町田で売っておりまして、これは缶バッジなんですけど、コースターとかポスターとかもいろいろあって、もうこれだけ人気のグッズになるような人気のものが町田市に存在するっていうのはやっぱ嬉しいですね。はい、これを探しに行く人もいっぱいいるんだと思いますそうですね、いろんなグッズも出ているみたいなので皆さんも探してみてはいかがでしょうか。はい、はい、ちなみにこの6つのポケフタ探すってなると、これもスヌーピーの時みたいにめっちゃ探すの時間かかりそうですよね。はい、そうですね、たくさん歩きます。でも公園内には見どころもたくさんあります。どんな見どころがあるんですか。はい、夏は子どもたちが楽しめる虹と水の広場、これは実際に見てもらうと大人も見上げてしまいます。一番左上の端にあります写真が噴水みたいになっている、ここのところはとても水がバーッと落ちてきて、皆さんでみんな家族連れが結構いますよね。すごい大きいから、なんか、はい、公園入った瞬間にわーってなりますよね。なりますよね、うん、そうなんです。で他にも、46メートルもある大型の滑り台もあります。滑ってみたい、ね、46メートル、めっちゃすごい長い、ね、めっちゃすごい長いんですけど、私もと思ったんですけど、はい、対象年齢が6歳から12歳までなんですよ。12歳まで、うん、残念、12歳まで、ダメかな。そうですね、私たちはポケフタを探しに行きましょう。そうですね、ポケフタ探しで楽しむということで、はい、はい。最後に町田市に町田を愛するきっかけとなったボランティア団体町田サポーターズをちょこっと紹介します。はい、はい、こちらになります。町田サポーターズ、通称マチサポというふうに呼ばれてますよね。はい、オレンジのポロシャツも目立っているんですけども、はい、私が、ここに写ってるんですけども、ここではポケフタのイベントを今年の3月にイベントやったんですが、その時の写真です。こういった感じでイベントに参加してマチサポの活動をしております。はい、そういったポケフタの紹介のイベント以外にどんな人気な活動があるんですか。はい、スポーツでは、FC 町田ゼルビアやフットサルチームのペスカドーラ町田があります。それと子どもたちとの関わりの持てる活動もあったり、普段なかなか入ることのできない美術館での活動もあります。それが人気になっています。はい、いろんなジャンルのイベントがあるんですね。はい、自分に合ったボランティアを見つけることができると思います、うんうん、それに年代も幅広いですし、いろんな世代との交流も自然にできますので、皆さん生き生きと活動しています。はい、このマチサポの活動の状況っていうのは、この QR コードを読んだ先の Facebook で確認できるんですよね。はい、こちらの QR コードを読んでいただきますと、マチサポの Facebook が見ることができます。ぜひこちらから見てみてください。はい、街でオレンジのポロシャツを着た人を見かけたら声をかけてみたら、町田のこう裏情報とかおすすめ情報とかゲットできるかもしれないですね。そうですね、もっと楽しい情報もゲットできるかもしれませんね。はい、さてこのプレゼンで町田市も東京都の一部であることが分かってもらえましたでしょうか。はい、よく分かりました。見てる方にもきっと伝わったんじゃないかと思います。はい、町田市は都心からも近いので、皆さんぜひ行ってみてください。これで町田市も東京都、町田シティを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。さきちゃん、あゆみちゃん、町田の魅力盛りだくさんのプレゼンテーション、ありがとうございました。ありがとうございました。早速ですが、いくつかインタビューをさせてください。まずは改めてとなりますが、さきちゃん、あゆみちゃんより自己紹介をお願いしたいです。で自己紹介の際、これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけ、またお二人のご関係についても交えてお話をお伺いできればと思いますが、お願いできますでしょうか。はい、ではまず私から始めさせていただきます。私は東京のシティキャストのさきちゃんです。私は2013年に東京国体があった時に町田市でボランティア募集がありまして、そこで町田市のボランティア団体町田サポーターズに入ったのをきっかけに活動を始めました。で、その時に
活動してとても楽しかったので今も続けていますし、その後東京マラソンなど大規模マラソンとかにも参加していろいろな活動を続けています。でこの、きっかけこれなんですけど、私は、他の方の23区が今まで結構多くってプレゼンする方がで、私のこの活動している町田市をどうしても PR したいなと思って今回、参加させていただきました。はい、あゆみと申します。私は2020大会が決定したことをきっかけにいろいろボランティア活動を始めました。スポーツ系のボランティア以外にもアート系だったりそういったのもやりたいなと思って2019年に町田市の市民ボランティア団体である町サポに登録したのが、町田市で活動をしているきっかけです。はい、今回、この魅力のプレゼンに参加するにあたっては町サポの PR ビデオなどにも出させていただいているので、これはもういっぱい出てどんどん町田の魅力だったりそういうのを発信していかなきゃいけないなという使命感に駆られて今回参加しました。はい、ちょっと町サポの大先輩のさきちゃんとこのご一緒してるっていう状況がちょっと緊張しすぎてもう大緊張です。はい、よろしくお願いします。お二人ともその町田サポーターズ町サポというボランティアの団体で一緒に活動されているということなんですね。はい、でも本当世代もやっぱ違いますし、またボランティア歴もお二人全然違いますよね。そうですね、いろんな世代と交流できるのも町田サポーターズのいいところです。なるほど。はい、今回のプレゼンのテーマなんですけれども、町田市も東京都という、ね、ことなんですが、やっぱりちょっと誤解勘違いされちゃいます。町田市結構勘違いされていますし、プレゼンの中でも言ったんですけど、はい、郵便物が神奈川県町田市で届いてしまったり、そういうことも本当に実際にあるので、なんかみんなあ間違えたのねみたいな感じでなんか流していたり、そんな感じでもあります。でもやっぱね、地図も先ほどプレゼンテーションで拝見しましたが、かなりねこの入り組んでる感じ、こう特に小田急線は一旦東京から神奈川県入ってまた町田で東京に戻るみたいな、あれがやっぱりちょっと勘違いしてしまうきっかけというか理由なんですか。でももうこうなったら逆にそれを逆手にとってね、なんか勘違いされちゃうけど東京都だよっていうところで印象付けるっていう、はい、そうですね。ね、でも今日はたくさん町田の魅力をご紹介いただいたんですけれども、あゆみちゃんのクランベリーパークでの爆買い写真が私すごい控えめにね写真はちっちゃかったんですけど、だいぶお買い物されてましたね。どんなものを買われてたんですか。はい、いろんなショップのアウトレットが多くてですね、もう 30% オフとか 50% オフって書いてあると買っちゃうんですよね。はい、その他にもスヌーピーグッズとかも売ってるので、その辺もいっぱい買っちゃいました。ご紹介いただいた、スヌーピーミュージアムはクランベリーパークの中にあるですかね。はい、あゆみちゃんはね、オープン初日に抽選でゲットして入場されたということなんですが、中はどんな感じになってるんですか。はい、もちろん8メートルの スヌーピーだったりというフォトスポットもあるんですけど、原画の展示だったりもあって、あと併設されてるカフェとかもメニューがもう可愛くて、もういろいろあるんですが、あまり言いすぎるとちょっとネタバレになっちゃうので、ぜひ皆さんには行っていただきたいなと思っております。そうですね、百聞は一見にしかずですが、はい、まず、ね、コロナが明けたら皆さん足を運んでみていただきたいと思います。本当にクランベリーパークも、ね、広いですよね。さき、さん、はい、はい、でも広いですね。いろんなお店もあって、はい、ね、楽しめそうなんですが、もう一つ私気になったのがポケフタ、ポケフタ企画ってそもそもあれどんなものなんですかね。ポケモンのマンホールの蓋なんですけども、マンホールの蓋にポケモンがかかってるんですけど、それ結構日本全国にありまして、それがちょうど日本全国の100個目が町田市にっていう形になってたんですね。プレゼンの中でもご紹介いただいてましたが、はい、その、どんどん今増えているであろう、はい、ポケモンキャラクターのマンホールの蓋のうち6枚が
町田市にある。そうなんです。これ6枚あるってすごいですよね。ねえ、何の力なんでしょうね巨大な力によって何かの力があってすごい。で100枚目もゲットですね。100枚目もゲットなんで、あれは結構その町田市の中いろんな場所にあるわけですかね。ではなくて、セリガヤ公園っていうところに集まってるって形ですね。あ、なるほど。じゃあセリガヤ公園に行けばそこで6枚を見つけることができる、はい、そうなんです。とはいえセリガヤ公園、結構広い。結構広いですね。これどうやって探したらいいですか。セリガヤ公園の公式ホームページ、あと町田市とかのホームページにも、載っているので、それの地図を持って来る親子も結構いらっしゃるので、それでオリエンテーリングのように見つけているっていう光景は見かけます。あとはもう普通に Google マップとかでもポケフタの場所にピン立ってて本当ですか。もうなんか公認というか何ですかね、普通に探せちゃいますよ。へー、でももうポケモンはもう日本だけじゃなくてもう世界的にね、ファンがねいらっしゃいますからね。そうなんですよね。ぜひまたこのねポケフタでも町田市のアピールができそうですね。リアルできる。これからもっと増えるといいですね。7枚目8枚目ね何の力が必要今回ですねプレゼンの中で伝えきれなかった内容ですとか、今一度 PR したい内容があればぜひお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、そうですね、町田市は町田の駅周辺はとても都会なんですけども、ちょっと一歩外れるととても自然豊かなところが多くて、そこをなんか見ていただきたいなって思います。自然豊かというとね、もうやっぱ木がいっぱいあって、公園なんかもいっぱいあってっていうイメージですけどもね、なんか珍しい虫が町田で発見されたみたいな、そんなニュースもありましたよ、ね、あ、そういうのもあるんですね、はい、すごいですね。ちょっとそれはもう難しくないんですけど、調べないとダメですね。なんか、そう、皆さん調べてください、はい、ちなみにあゆみさん、あみちゃんはその情報どこで珍しい虫が発見されたっていう情報は、町田市役所の、1階のところにこう環境展みたいなのがあって、それも活動を町サポでしたんですけど、その時のパネルにその虫一覧みたいな、すごいいろんな写真が、気持ち悪いのも綺麗なのもいっぱいあってなんか珍しいのが発見されましたって書いてあったような記憶が、ちょっとそれは調べてみましょう、ね、そうですね、調べる価値ありますね、はい、本当になんかこう自然がいっぱいって公園もたくさんありそうですよね、そうなんですよ。ちょっと外れるんですけども、リス園とか、あと薬師池公園、自然豊かなそこ、薬師池公園は四季が楽しめる公園ってなっているので、そういったところも皆さん足伸ばして行っていただけるといいなと思います。そうですね、ありがとうございます。さあそれでは、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、はい、町田市にはたくさんの魅力があります。今回紹介したスヌーピー11体探したりだとか、ポケフタを6枚探したりだとか、そういったところからですね、まず町田に来て、探検気分で楽しんでいただければと思っております。今日は動画を見てくださってありがとうございました。はい、ポケフタとかスヌーピーの他にも町田市は自然豊かなところです。ぜひぜひ足を伸ばして、公園とかリス園とか、あとは他にもちょっと入るといろんな山愛の中があるので、その辺を見ていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、題名にもありましたけども、町田市は東京都ということを皆さん忘れずにいていただけたらなと思います。ありがとうございました。さきちゃん、あゆみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。